ランプラジボーイのランプラジオ。ランプラジオの生贄ゲストコーナー。ランプラジオの生贄ゲストコーナー。本日のゲストは福岡ソフトバンクスタジアム DJ スケベの代表藤沢翼っちです。それでは生贄しちゃいます。はい、皆さんこんばんは。今日のゲストはなんと家にいるんじゃないんです。僕の今コンピューターの中になんかうろちょろしてるちょっと怪しいような野獣がいるんですけど、ピースしてますけどね。今日のゲストは藤沢翼っちでーす。皆さんこんばんは。お久しぶり。どうもどうもです。ダンポヤジボーイのナイトメアやっつけラジオ。なんかわざとらしいってこと、お前ね、わざとらしいよ。藤村翼だから間違いない、ね、おいおい、録音を止めろ。こんなわけで今日翼っちはどこにいるんですか。今ね、東京の自宅にいます。歌舞伎町じゃねえよ、お前ボスって言うんじゃねえよ。吉原ってまた落語じゃねえんだよ、古いよ。すいませんすいません、今ねえね、炎上しちゃうね。ねえ、吉原一応だって、ね、今日はけど東京の、うん、東京どこに、東京の自宅なんだけど、23区内のね、はい、あんまり細かいこと言っちゃうとさ、あんまり細かいこと言っちゃうとさ、いろいろ分かっちゃうじゃん、バレちゃうじゃん。分からんと思ってんだよ、ね、分かって、俺ちょっと石でもない行こうかなと思ったので、ごめんね。バカや、ね、お前住所知ってんだろ、別に誘導尋問強えな、こいつも。はず、いないと思ってなかった。俺らすぐ言っちゃうけどね。ね、女の子がいるんだよって言ったら、松本市並柳になって言っちゃうから ね困るんだよ、だから、ね、いや でね、東京の自宅にいるんだけれども、はい、まあ、自宅って言っても、皆さんご存知かどうか知りませんけれど、藤沢翼は、はい、福岡ソフトバンクホークスっていうプロ野球チームのスタジアム DJ やってたり、ね、まあ、あるいは岡山エリア、香川エリアですよね、まあ、瀬戸内の方ですけれども、アリーナ DJ、まあ、僕は、まあね、うん、とかね、いろんな競技の ね、バカ野郎、石投げねえ、ちゃんと聞いてんじゃない、卵も投げねえよ、ね、うん、ね、そうバカ野郎って引っ張りとかいい絶妙なね、ツッコミやっても見えないから、ラジオだから、俺しか見えない、そうなのよ、そうなのよ、ね、カメラついてるから一方的にしか見えねえから、ね、俺の方の顔は見えてないって感じだよ。でもそれが翼っちにとはいい、見えてないからさ、気持ち悪い顔見なくていい、精神衛生上はすごくいい。一応野球席見ずで変わらったんだけど、いいんだよそんなことは、うせえよおめえ、ね、でも福岡のじゃあ家はね、本当は、まあ、3月ぐらいからね、オープン戦が始まって、うん、まあ、そのままプロ野球開幕して、ね、うん、だからホークスの試合があるときには福岡に行って活動して、うん、まあ、福岡の家でね生活をするっていうことになるんだけれども、うん、そうね、まあ、結局そっちでやることがないから、まあ、東京の自宅だと、あ、まあ、妻の、はい、あかりラミがいるんで、うん、まあ、さんね、うん、別に用もないのに別々の場所で住んでる必要もないじゃん。あ、そうそう、今は、ね、はい、まあ、東京でね、奥さんと今まで、ちょっと今画面でイチャつくとこ見せられて今、ね、ちょうど録音が止まったところで、ね、そんな、なんか悪、ね、間接的なちょっとコレクト的ななんか AV ビデオ見てるような感じになっちゃってください今ね。翼っちじゃ、ちょっと、はい、これ、実は今、うん、今日僕と翼っち初めてね、こう、オンライン上でちょっとゲストとしてね、ラジオやろうって言ったのは、うんうんうん、実はわけがあるんですよ。翼っち、ちょっと何をやろうとしてますか、今。今ね、実はですね、このダンプラジオボーイの、メアライトやっつけ、ね、うんうん、やっつけおっさん、ね、いろいろ、はい、前回、なんだっけ、もう忘れたんだよ、番組名。何でもいい。何でも、歌舞伎町クラブ、ラジオクラブでいいわ、もう。ね、いやー。ね、そう、オッケー。ダンプの番組にね、はいはい、ちょっとね、少し番組を作ってね、参加してみようかななんていうふうに今ちょっと思ってて。翼といえばもうラジオ。もうラジオ作るかね、そうそうそう、子供作るか、罪を作るか、もうね、あ、俺も作ってね、あ、俺働いて。否認はしようね。すいませんでした。ね、黙りますね。はい、しっかりとちょっとガードしておいていただきたいと思うんですけれども。もうサイドギャザーつきます、口に。はい。はい、もう喋るのやめていいか。ちょっと困る困る、来週困る、来週、はい、来週ね。実はまあまあこんな今世の中じゃん、本当、うん、ふざけた世の中じゃん、はっきり言って、まあ、ね、ふざけた2人がこんなコンピューターで見合ってね、油切って顔ぶら下げてね、2人でね、ごめんね、ね、あ、マイクスタンド壊れてる、そっちの。
どうしたのあれ。実は壊したんだよね、前ね。ね、奥さんのために止めてやろうとするバキッってね。ね、ね、話つながらねえじゃねえかよ。つながってか、うん、ごめんごめんごめん。ね、あのマイクスタンドも壊れたけど、俺のガラスのハートの壊れたってことね。ね。もう、俺のメンタルも今壊れてるよ。あ、壊れてる。大丈夫。二人とも壊れてる。俺顔壊れてる。うるせえよ。ね、そうでな。絶妙なツッコミすんじゃねえ。はっきり言ってふざけた世の中に今なってきちゃってるわけじゃないですか。まあね、なわけです本当に、ね、でね、まあ結局そういう時だからこそね、まあいろんなことをもっとね、こうなんだろう、こう人間らしく伝えていきたいじゃんって思ってるわけさ。 それはわかるね、うん、飾らないできたよね、今だからこそ。そうそうそう、ね、なんかね、なんだろう、こうやれ正義感だとか、やれ、そうそうそう、当たり前のことじゃないかとか、そういうことじゃなくって、うん、やっぱ人は人で生活しなきゃいけないわけだよ、結局ね。そう、生活もかかってるし、うん、正直に言ってもいいとこあるのよ、うん、建前ばっかりじゃなくてね、うん、そう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 、ね、ね、でだから、ね、飾ってないで、ね、今だともう翼ちとるなんてもうね、振り散んで喋ってるからね、ね、今ね、本当だよ ね、あのラジオだから見えてないと思って ね、そう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 、ラジオっていいよね、うん、それはねえんだけど、ね、そう、でも本当に、ね、今その状態で、それで翼ちじゃあ何かやるの？でね、実はね、僕もあの香川県の出身でね、はい、いろいろとこう、うん、ラジオの番組をやってきたわけだし、で、はい、香川出身で、まさにそういうメッセージをズドンと直球で伝えてくれるような、うん、そしてまた俺ら世代なんかにビンビン来るような、うん、そういったバンドが、ボーカルが、ね、バンドで、ね、うん、そう、バンドで、しかもそのボーカルが香川出身の人がいるんですよ。本当に香川出身でも、はい、もう、つばさっちみたいなストレートで言っちゃうような、ねえ、ダンボーイラジオなんて平気でこう、ゲストに出といて、そんだけ失礼なこと平気で言う、ねえ、やからがいるんですね、まだ。楽しみだな、そうそうそう、これは。ねえ、やからが2人揃えば消えるでしょ。そう、それで消えて取っちゃうけどね、消えて消えてね、うん。あ、それいいわ、それ。どのためにもなって。果たしてそれ誰ですか、うん、あの、ザ・マス・ミサイルっていうバンドのボーカルの、よく高木よしきさん。なんですけど、あのね、うん、僕はアニメもよく見るんだけど、うん、ナルトのエンディング歌ってる、うん、そう、ナルトのね、まあいろいろね、歴代いろんなこうオープニング曲エンディング曲がありましたけれども、その中の一つを彩ってます。聞いて、うん、長野県民ならみんな知ってる、はい、キノコの会社、うん、北斗さん、はい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 、焼き鳥屋ね、さっき思ってるんですけど、そこのね、ね、テーマ曲歌ってるのがザ・マス・ミサイルなの。そう、実はそんな曲もある、ね、だから長野県民はね、ちょっと聞きたい、はい、聞きたいな、いや、ということで翼はいらない、ね、翼いらないんですよ、4つ以上にするか、4つ以上のないと思う、 いや別にいいんだけど、俺回し役で出させてよ。俺もちょっと間接的に、ね、あのタイトルコールだけでいいから出させて。そうそうそう、名前を覚えてもらいたいから。俺もで、もっと言うと、もっと言うと、まだ企画段階だからね。でこの話もちゃんと伝えてるし、やるよって、もうやろうっていうことまでなってるけど、始まんねえじゃねえかっていうことになったら、あ、ダンプのところで何かあったなっていうふうに思ってもらうか、もしくは LCVFM がダンプに何か言ったか、どれかだね。大体うちはもう日替わり定食、ね、日替わり定食ラジオだから、いつ消えるか分かんないんだよ。はい、ね、しなきゃいけないのは終わりだし、ね、ネタ切れ、指紋で切れないのは終わりだし、ね、局長が切れたら終わりだから、もう、ダンプはもういらねえわってなるやね。あり得るな。切れやすいんだよね。あり得るな。だから始まらなかったら、誰かが何かやったなって思ってもらえればいいんだけど。大体ね、違う番組始まったら、やりやがったな、いつってなればいいからね。それが俺の最終回の暗示だから。ね、いいね。いい時代だね、ストレートで。ということで、語らないから俺。ストレートなね、メッセージを伝える人間がラジオで語るとなると、どういうふうなことを、いろんなことを伝えてくれるのかなっていうのを、面白い、楽しみにしておいていただきたいなと思って。だってさ、この前も、ね、うん、自分でちょっとね、どっかの福島 FM かな、ね、ちょっと聞いてたら出てて、うんうん、出てて、はい、出てて、うん、音楽流れてたんだけど、うん、お父さんとお母さんの会話みたいなのもうまく取り入れてる。ね、あれはちょっとね、ちょっとハートをね、ギュッとこの来た。ああいうの、こんなの欲しいんだなってね。いやいやいや、あれまだよっくんのね、人間味の 5% も見せてないですよ。あれなんかね、ドラマの、俺ラジオドラマ作るけど、うん、歌ドラマ、
わかる、うんうん、だ5分とかだったら、うん、その中で、うん、始まりからエンディングの中でこうやり取りを一人で、うん、歌うんだけど、それがね面白かった。すげえ面白い歌歌うなよっくんと思ってね。いやそれ楽しい、ね、喋りも聞いてみたいね。喋りもね、はい、どんな、で 歌とはまた別な何か違うのを持ってるかもしれないしね、うん、伝え方がいっぱい持ってるよ。いやいいですね。俺が伝えるようなことのね、もう100倍いいこと伝えるから、うん、あ本当に。あだけどつまさちそれではね、以外の生物は全ていいもの持ってるから、ね、それやります。俺たちゲスのゲスだで、ね、そうだね、そうそうそう、俺たち微塵。俺らマイナス100倍だもんね。そうそうそう、100万倍だよ。お前下手間違えんだよ。マイナス100万倍か。あ頼むよ頼むよ。そうかそうか、ね、はい、そう分かりました。というわけでじゃあつまさちじゃあね、うん、またこれからもこういうねオンラインでゲストにまた出てもらう可能性あります。いいよいいよ、ラジオぜひぜひ。でまたねこうやってね、じゃあ次誰呼ぶかってお互いで計画しながらね、うんうん、でラジオでも ねサミットしながら、うん、ね、やからサミットしながらね、お互い番組名間違えるね、うん、名前間違える、うん、藤岡翼で間違える、うん、ありあり、なんでもありあり、ね、で最終番組終わってるかもしれないけど、うん、ね、そしたらまた今度 FM 火星で喋ってるかもしれないし、誰も聞かねえけど、ね、火星の後に何が続くのか知らないけどね。それ以上言わせないです。本当にもう来週からなくなるで俺、ね、すぐ乗りやすいから。というわけでじゃあ、またじゃあちょっとね、また今後そうまく決まったらメッセージとか、ね、ありますとかいうのの方からまたね、後日放送で、ねしっかり告知させてもらいますので、ね、はい、また連絡ください。それとまたあとこういうね、世の中だからこういうオンラインでの収録っていうのも増えるかもしれないのね。僕が福岡で、例えばよっくんが東京とか、あの俺東京いるけどよっくんはライブ全国回ってるかもしれないという時に、こういった形でね収録するっていうことも増やしていきながら、そうだけどね、うん、そういうところ面白いよね。俺も今日やってみたけど、ちょっとね、うん、僕もコンピューターに、ね、つけるカメラ買っときます。ちょっと俺の汚い顔見せたいお前に。まあまあ、お前だけ見せやがって。ね、見たくない、見たくない。大丈夫だから。したかったの、奥さんに、さっき奥さん出てきたから。ねえ、ナミ、ナミ、中断っつうね。ね、切るな、お前。どっか行ったよ、ナミ。ね、やめて、殴られるから。というわけで、じゃあ、つばさちまた、はい、ね、ちょっとなんか考えましょうね。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、LCVFM の皆さん、ね、おっきな皆さん、またよろしくお願いします。今日がつばささんでした、どうもありがとうございました。名前最後間違えんじゃねえよ。愛を入れた山が最初から負ける気はない。闘志を燃やす山が最初から突っ走ってる。翼を持った山が最初から真っ向勝負。戦いの中で生きる俺はどんな相手でも引きはしない。戦うことしかできない俺、どんな勝負でも受けて立つぜ。戦うことで強くなる俺、どんな逆境にも動じない。さあ翼を広げろ、大空へ向かって羽ばたけ。今翼を広げろ、勝利を信じて飛び立とう。行け翼を広げろ、仲間と見た夢掴み取れ。夢を信じる山が最後まで諦めないぜ。絆をつなぐ山が最後まで泥臭く。未来に向かう山が最後まで走り抜く。立ち向かえ己を信じ、手出せ翼だし己に
げろ。勝利を信じて飛び立とう、行け翼を広げろ。仲間と見た夢掴み取れ。Yeah.